ちょっとじゃあ出していただきましょうか。おお。ね、まあこの画力のことはちょっと置いといて。まあ お疲れ様です。9月に20歳になるということなんですけども、マオは何がしたいですか？僕はマオが20歳になったら一緒に飲んでみたいです。ぜひお酒をお供してください。なるほど、びっくりした。もう彼氏が出てきたのかと思ったから。いや、高橋選手にはね、先週お世話になりましたけども、さあ何がしたいですかと、うん、お酒飲みたいですとおっしゃってましたけど、そうですね、もうお話しするんですけど、マオが二十歳になったらお酒飲めるねっていう話になって、みんなからマオがお酒飲んだらどうなるんだろうっていう話から、財布持つようになったけど、昔は財布いらないから、いらないって言ってカバンの中にお金バッて入れてたんで。そう、あ、そうなんですか、はい、最近はちゃんと、もうこれぐらいなんですけど、ちゃんとちょっと持ってます、うん、でもなんかそんな感じですごいサバサバしてるんで、僕の方がどっちかっていうとこうね、なんていうか、イジイしてるかもしれない。貴重面、貴重面だと思います。どういう部分で貴重面だなと思いますか？ヘッドセットとかちゃんとしたりとか、ちゃんと毎日おしゃれしたりとか、しないしないしない、してる？タバレジャージとかもですか？もう全然、でもかっこいいなと思います。